ビーまで到着いたします。ご案内いたします。ドアが閉まります。 The door is closing. Please stay clear of the door. 発車します。 The slow car is now departing.いたしますので脱いでいただいてそのままお上がりください。お疲れ様でございました。こちらどうぞ。荷物こちらローラー部分で拭かせていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。ではご案内をさせていただきます。こちら荷物後ほどお持ちいたしますので少々。
本日は蓮月にご宿泊いただきましてありがとうございます。簡単にご説明させていただきますので、お品書きご覧くださいませ。お料理は懐石料理でございます。お客様ご自身にお選びいただきます箇所が2箇所ございまして、心ばかりとお食事の部分でございます。心ばかりは5つの中からお2つずつ、お食事は3つの中からお1つずつお選びいただくことができます。ちょうど担当の者が参りますので、その時まではゆっくりお考えくださいませ。正面にご用意しておりますのが前菜でございます。四角い蓋を開けていただきますと、中に季節野菜を使いました野菜寿司が入っております。でこちらお箸がついておりますので、そのままお召し上がりくださいませ。でこちらが土瓶蒸しでございます。火をつけさせていただきます。でこちら蒸気が出てきましたら、私にこちら吸い口をお使いになられまして、お出汁をお楽しみくださいませ。でその後最後に残りました具もお召し上がりいただくことができます。では最後になりますが、こちら蓮月からの感謝ドリンクでございます。でこちらウーロン茶をお開けいたします。ではごゆっくりおくつろぎくださいませ。失礼いたします。お席こちらでございます。こちら本日のお造りでございます。クエ、マグロ、ブリ、刺身こんにゃくをご用意しております。左前栃木日光の特産品でもございます湯葉をご用意しておりまして、上にカニとキャビアを合わせております。酢味噌、土佐醤油をご用意しておりまして、酢味噌は左右にございますイカと刺身こんにゃくによく合いますので、ご一緒にお召しくださいませ。竹筒流しというお料理をご用意していただきます。今中で蒸している状態でして、もう完成しておりますので、お二人ご一緒に蓋をお開けいたします。では失礼いたします。栃木県のブランドのお魚でもございますヤシオマスというのをご用意しております。ご一緒に高原野菜を合わせて蒸し物にしております。ソースは左手側が香味だれ、右手側はマスタードソースをご用意しておりますので、お好みでつけてお召し上げくださいませ。魚料理のお料理ですね、同じく栃木県のブランドのお肉でございます。栃木和牛をご用意いたします。こちらもうお鍋沸騰しておりますので、お先にこの栃木和牛を火を通していただきまして、ご一緒にお野菜を入れてお召し上げくださいませ。ポン酢ともみじおろし、ネギをご一緒にしております。お好みのつけくださいませ。ポン酢が少しだけ味が濃くなっておりますので、そのご自身でお出汁で少し調整しながらお召し上がりくださいませ。こちらは文字をご用意しております。では珍味の三種盛りでございます。右手側から梅水晶、浅めの軟骨と梅肉を合わせております。で
き味噌で、ウルカトロロですね、この上のアユの内臓ですね、こちらと山芋を合わせております。でこちら先にジャコの山椒茶漬けをご用意しております。ご一緒に里芋もご用意しております。お二人とも共通の漬物2種類ご用意いただいております。こちら本日の水菓子でございます。右手側のお皿、いちごとりんごのコンポートをご用意しております。いちごはとちひろとちょうとめ3つご用意しております。白い容器ですね、こちらマスカルポーネを混ぜ合わせましたおしるこ、洋風しるこをご用意しております。手前栃木の名産でもございますかんぴょうですね、かんぴょうを黒糖で味付けしましたかんぴょうのかりんとご用意しております。